この辺りにエッグマフィンさんの工房があるはずなんですが。ルーク、近くにいる人に聞いてみよう。エッグマフィンの工房？それならそこに見えている歯車のついた大きな建物がそれだよ。入り口が分かりにくいんで、ほれ、メモをやるよ。ここが町の発明家エッグマフィンさんの工房ですね。あれ、この建物入り口ってどこなんでしょう。どうやら少々分かりにくくなっているようだね。あ、そういえばさっきのメモ。入り口は窓、取っ手、トランプのマークの形が最も多いものということは、一番多い窓の形、三角が6個、丸が3個、四角が6個。あれ、三角と四角が同点だ。おかしいな。ルーク、視野を広くしてみるんだ。窓はドア以外についているものもカウントしてみてはどうだい。そうか、そうですね。となると一番多い窓の形は丸だ。つまりこの丸の窓の扉の中から他の条件を考慮してさらに絞り込んでいくわけですね。待てよ、ここはこうで、こっちはこれか。よし、ということは答えとなる扉はこれです。謎の解明は真実への扉を開く。はい、先生。では中に入ってみようか。天才発明家エッグマフィン、どんな人なのか楽しみです。ルーク、なんだか楽しそうだね。それは楽しいですよ。先生との久しぶりの冒険なんですから。